ップ。はい、今回も国友愛香ちゃんにゲストで来てもらいました。はい、お邪魔します。今回はツイスターゲームをしたいと思っています。はい。ツイスターゲームやったことある？ないです、ないです。初めてです。お、イエーイ。そのイエーイを聞きたい。ノリでやっちゃったけど。色によって質問の系統が違います。はい。ちょっとね、赤と黄色は色々。恥ずかしなこともあるかもしれませんが、じゃ生まれて初めてのツイスターなんで、はい、柔軟性とかどんな感じですか？学生時代まではすごい体柔らかくて、今でも一応縦には足がペタンってつくんですけど、あ、それはでも柔らかい。でもそれ以外ができなくなっちゃいました。では1回目、はい、じゃじゃん、左足黄色、どうぞ。はい、どうも。どうも乗っかっていいですか？どうも。はい、じゃあここ乗っかります。はい、これ引きますね。はい、ちょっぱなから来た。え、全力ギャグ。ギャグ。あのギャグっていうか大学生の時に友達からいただいたやつなんですけど、今からとてもセクシーなものを見せます。18歳以下の人は目をつぶっててください。終わりです。はい。どういうこと？これきっと絡み合ってるってこと？そうなんですよ。もう愛し合ってる。あ、でも それをやった勇気をたたえましょう。ありがとうございます。はい、では2回目。はい、左足緑。じゃあまたここに置きます。 OK。 はい、私のブーム、マイブームはジンギスカン食べることで、週2とかぐらいで毎週食べてます。うんうんうん、ジンギスカンがまだあんまり得意じゃないっていう女の子におすすめのお店もあるし、ジンギスカンめっちゃ好きで、ちょっと癖があるのが好きっていう人に連れてきたお店もあるんで、どこだろう、それは言える？あ、じゃあ今度個人的に、個人的にファンのオフ会とかで聞いてみてください。右手青。はい、あ、やっと手が来ましたね。はい、じゃあこちらで。はい、今だから言える過ちは何ですか？過ち？うん、過ち？今だから言えるのは、その私群馬県出身なんですけど、群馬県は高校生三大運動でバイクの免許取っちゃいけなかったんですよ。だけど私は実は高校生の時に学校の内緒でバイクの免許取っちゃったっていう。結構あるよね。でももう時効だからいいかな。え、それはバレなかったの？大丈夫だったの？はい、なんか乗ってたらバレちゃいそうじゃね。大丈夫、大丈夫だった。左手黄色です。じゃあここにします。はい、全力モノマネお願いします。あ、モノマネ得意？苦手です。あ、今の感じだと得意なのかなと思っちゃった。なんでも。じゃあちびまる子ちゃんに出てくるたまちゃんのモノマネします。楽しみ。まるちゃん、まるちゃん。あ、でもなんかそんな感じ。そうなんです。はい、次5回目。はい、右手緑。じゃあこうにします。はい、はい、私の趣味。趣味、はい、趣味はですね、やっぱりバイク乗ってるからバイクでお出かけしたり、あとお酒好きなんで、うんうん、結構お酒飲みに行ってます。お酒は何のお酒が好きなんですか？最近だともうハイボールばっかりです。ハイボール好きというか。はい、右手黄色。黄色嫌です。ここにします。はい、黄色ね、怖い。黄色ね、そうね。わ、激酸っぱジュースを飲んでもらいます。私が？はい、そう、罰ゲーム系だからね、黄色は。その飲むときは手外っていいんですか？いいですよ、大丈夫ですよ。匂い、酸っぱい。無臭です。お、ここにします。はい、
質問1は、はい、100万円ゲットしたら何に使いますか？今乗ってるバイクが 600cc の大型バイクなんですけど、100万円ゲットしたらちっちゃいバイク買います。お、大きいのじゃなくてちっちゃいのが欲しいな。はい、ちょっと街乗り用の小型のバイクが欲しいな。街乗りだと大きいのだと大変？はい、高速道路とかはすごい楽しいんですけど、ちっちゃいバイクであのサーキットとか練習したい。あ、いいな、楽しそう、サーキット。私も教えてほしいくらい。私も教えてほしい。何を？サーキットがっつり。あ、サーキットね。はい。右手、緑。じゃあ、ここにします。うん、私の強み。え、強み？強み？私の強み？私の強みは、良くも悪くも物事をあまり気にしないので、次の日になったら嫌なことも結構忘れたりしてるので。寝ると忘れるタイプ。そうですね。あ、いいねなのでそれがいいとこです。はい、ポジティブとネガティブといえばもうポジティブなの。ポジティブ。あ、いいことだ。はい、もう生きてるだけで幸せ。あ、それはいい右手青。じゃあここにします。それここから動いてないもん。動いてないは、はい、人に共感してもらえない、これって私だけ？ということは何ですか？人に共感してもらえない、これって私だけってことは何ですか？なんだろう、なんでしょうね。ですね、鼻毛が少ない。お生まれてこの方一回も、なんかみんなよく鼻毛を切るとか言うじゃないですか、あれしたことないです。鼻毛の本数自体が少ないんですよ。ちょっと見てください。綺麗少ないですね。少ないですね。綺麗、うん、本当だ。もう本数自体が少ない。ちょっとね、恥ずかしくて見せてあげられないと思うけどめちゃめちゃ綺麗だった今見たら。そしていよいよ、あ、10回目です。ラスト、ラストです。左足赤。最後の最後で結構きついのか。じゃあここでここにします。最後、はい、じゃじゃん。ソーシャルキス、アクリル板越しにキス板を披露ということです。これファンのみんなが嬉しいやつですね。え、愛花のですか？そうです。それではソーシャルキスまで、はい、3、2、1、どうぞ。お邪魔します。失礼します。お邪魔します。お、あ、ちょっとついたよ。わかるかな。ご確認ワードどうぞ。カメラの目の前で。はい、国友愛花です。今グラビアの DVD 好きにしていいよが発売中です。あと VR でも作品がいくつか出ているのでチェックしてください。 SNS もやっているのでそちらもチェックしてください。お願いします。今日は愛花くんどうでした？初めてのゲームばっかりだったからすごいちゃんとできるか不安だったんですけど、楽しくできてよかったです。それはよかったです。愛花ちゃんとは私何気にためなので。そうなんです。そうだからすごいちょっとね嬉しいなと思って今日迎えたんですけど、はい、なんか同じ空気感というかなんか面白いなって思いました。 ありがとうございます。皆さん、愛花さん覚えてくださいね。覚えてください。あだ名は愛花つんです。愛花つん、はい、じゃあ愛花つんみんな、はい、よろしくね。お願いします。